作ったかのように美しい環境になった。いや、それにはね、そうか、それも苦労と言っていいかもしれない。例えばなんだけど、1時間撮るじゃん、環境音を。山の中とかで。それで使える範囲って言ったら10分ぐらい。しかも継ぎはぎで。海とかね、海の音とかね、もうたまったもんじゃないかね。まず風が吹いてダメになるとかもあるし、温泉の音とかも、だいたいなんか、室内の温泉の音って室内の音になっちゃうから、結構本当に露天風呂の音とかを撮るんだけど、割となんか遠くの車の音が入るとか、走ってるね。そう、だからだいたいみんなが寝静まった頃を、狙って撮る。めちゃくちゃ朝早いとか。なんかね、空気が変わっちゃってね、いや違うんだよなーみたいな。夕方ぐらいの音撮りたいんだよなーみたいなね。だからね、必死。高額だと絵の ASMR になっちゃう。いや、あのね、お金なくなったら絵の ASMR やればいいとかね、言うけど、お前らエロを舐めるな。エロを舐めるな。うん。パトラはね、18禁の音声とか漫画も死ぬほど見てるけど、あれこそ芸術だからね。いや、マジで舐めないでほしい。うん。ちょっとなんか会えたら金取れるとか思わないでほしい。みんなの耳がよっぽど超えてると思うから。いや、マジで奥深いからね。うん。それこそなんか ASMR の世界の今のエロとかやばいからね。下のあの滑らかさとザラザラ感も出てるから。それで勝負してるからね、みんな。マジでやばい。それって多分私、パトラぐらいの知識じゃ多分、今できないかな。もっとどっぷり研究しないと無理って感じ。いや、研究するよ。そこ、てかね、何でも勝負するってなったら研究するよ。血を吐きながら研究するよ。なんかこう、顧客に金を出させる行為ってそういうことやと思う、パトラは。